ちょっと聞いてくださいよ。やばいサイトをまた見つけてしまいました。突撃したいと思います。行きましょう行きましょう。かわいい。はい、隣のサイトはどんなだろう。21サイト目はガチャブックさんのサイトです。じゃあガチャブックさんよろしくお願いします。お願いします。お二人、いや実は一番初めのね、隣のサイト第一発目、一発目の一発目、はい、記念すべき一発目の二人なんですけどもね、久しぶりに会ったらまたサイトがすごいことになってたんで撮らせてもらおうということで、一発目のお二人がまさか21回目でまた登場するという、はい、いいですね。記念すべき21サイト目に登場していただきました。次じゃあ41回目、次は20やらなあかんね。頑張ってください。ちょっとあの今日はちゆかわになっての紹介になります。プルヤじゃあちょっと 順番に気になったやつから、はい、紹介していってもらいます。はい、いきなりあのいかついの見っけてしまったんでこちらのシェードとセット、コロニスタンド、あ、コロニスタ用のスタンドらしいんですよ。あ、そういうことか。はい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 。だからちょっと星型っぽいんですかね。で、あとこの棒がちょっと長くなってて、あのコロニスタかけてもバランス良くなるように、ノーマルはちょっとやっぱこれぐらいの低いあっちにあるような感じで。あ、そうか。これはワットイーモントさんが作ったんですか。そうです、ワットイーモントが作ってテントテーマとコラボみたいな、はい、だけで売ってるっていう。あー、なるほど、はい、めっちゃ可愛いんですよ。星型になったもんね。で、ほんでこのボンボネロやばない。グラボネロ名前で何ボネロ。グラボネロ、グラボネロ、グラインドロッジのボンボネロ。あ、グラインドロッジが捨てあるからグラボネロ。グラインドロッジが出してる。あ、もうこの状態で売ってるってことですか。吸ってない状態で。それに吸ってもらった。そうです、そのためにこれを手に入れた。するために、するために、吸れるように、あの、あ、なんか施してるんですね。そう、そのままだから吸れるっていう。密着論とか普通服じゃないですか、うん、それいらないし、いらない、これ上からウレタンもしてないし。すごい、吸ったままの状態。え、めっちゃ可愛い。可愛いんやけど、するために私も手に入れよう。グラボネロ、グラボネロいな。これは欲しい思ったわ。あのボンボネロ普通のやつよりかはこっちの方がちょっと可愛いですよね。可愛い、うん、ちょっと丸みがあって。買えないんでしょ。買えないみたいですね。なんで買えた。普通は知り合いをこう返して、駆使して使える人脈を全て、もう僕の大好きなあの方通して。ああ、あの方通して。はい、はい、あ、うわ、これはかっこいい、ね、ここ、あ、こっか、はい、いや、ちょっと触らせてもらったけども欲しいな。これはちょっと欲しいと思った。いや、青もあるんですよ。青もあんの。ブルーと、ブルーとオレンジ。ああ、なるほど、かわいい。で、こっちもこれブラントのやつ。ブラントのやつと、え、これも歌もやん。あ、そうです、そうです。これね、マグネットなんで。ああ、すっげえフルカスタム。これめっちゃそう悩んでん、これ。でも買われへんのかな、あれ飾ってあったけど。いや、普通に買えます。売ってんの、はい、レジで買えました。あ、これくださいって、はい、これかわいいな。これなくなれへんやつや。そうです。いつもあの売ったままの状態で持ってくるから。キャップね、絶対どっかね、どっか行くから。売ってまうんですよね。これはいいわ。使わんときこうやっとったわ、いいもんね。かわいいな、チョコチップ。かわいい。これは抽選？それはそう、正月の抽選時に。へ、え、ぇ、ー、あの、買った。かわいい。ここもほら、こんなんなってて。手榴弾もめっちゃ売っとったもん。ね、あ、これね、プラント可
かわいい。それなんかかわいい。これだけ唯一持ってるやつ。そうね、唯一持ってるサメ。サメ。いや、これかわいいわ。僕も唯一のサメ。唯一のサメ。お二人はキャンプ歴何年ぐらいですか？ちょうど10月で2年。お、あ、そうか、あれから ね、はい、1年ぐらい経ったから、はい、ほんで2年でこんだけ集めるって何収集癖ですか？もうひたすら収集癖です。しかもあの珍しいギアばっかりやけど、それのために仕事休んだりとか。いや、仕事はちゃん と、 ちゃんと、高級と有給で休んでます。ああ、ちゃんと、はい、でもそのために有給使ったり。あ、もちろんもちろんとか言って。え、お仕事は 何されてるんですか？仕事は、まあ、ちょっと医療系の。あ、はい、医療系の。はい、どちらかといえばガチャさんは。そうです。できんの？8割はできるの？医療系できるの？雰囲気でやってる。え、それで知り合った感じですか？そうですね。すごい、お二人とも医療系というか。プルヤーって注射します。プルヤー注射もできるの？できます。プルヤー。いや、怖い、なんか怖いんやけど。私注射しない人だ。え、しない、しない、しない人。人の医療関係。そう、僕だから衛生兵としてキャンプいつも参加してるんで。あ、じゃ あのメディカルキット。あ、すごい。ちょっとした怪我とか熱出たとか。あ、ほんなら捻挫したとか。おうおう、こけても、はい、もうすぐできるように治療してくれて、はい、めっちゃいい。すごいな、それはもうキャンプはめっちゃいい人たち。ね、医療系の人た、ね、人いればますか、ね、言うたら。はい、みたいな。すごい。で、なんでそのキャンプにハマり出したきっかけっていうのは。まあ、コロナ禍ですることがなくなって、もともと車が好きで、車のイベントとかに行ってたんですけど、はいはい、まあ、それもちょっと飽きてきたなってなった時に、うん、SNS とかで見てたら結構キャンプしてる人多くて、はいはい、で、まあ、初めは普通のね、DOD とか、そう、なんかやつで揃えたりとかいろいろしてたんですけど、Tさん、あ、はい、ここのあれにも参加してね、はい、出てた Tさんと繋がった時に、まあ、Tさんギアを見せてもらったら、もう一気に一緒。終わるよね、あれで。落ちてしまった。キイちゃんのせいよね、みんな。あれ以外の何者でもない。そう。もうあれ知ってしまったらもうね、沼に。あそこから。いや、ほんでネータルも結構持ってるし。そう、僕、レトロストライプ大好きおじさんなんで。まだもっといっぱいあるんですけど、持ってこれない。量もしましまな。そんなに。やばいです。今度じゃあお家どんなだろう行こうか。このギアの凄さの人のお家どんなだろうシリーズ。あのパーカーに吸ったりするのも。あ、そうです。あれもね、二人ともおソロで、色違いのおソロなんですよ。これがさ、可愛くて、あ、微妙に色が違うんや。そうで、前も一応ちっちゃく吸ってある。ほんまや。で、背中が。可愛い。ドロッパーズさんのね、釣りがあのダナーとこう被ってんのがまた可愛くて、めっちゃ可愛い。被るように吸ってくださいって言ったんです。あ、これはフィールドスタイルで買ったパーカー。そうです。フィールドスタイルでダナーのブースで買って、うん、そのままドロッパーズ持ってって、うん、お願いしますと。めっちゃ可愛いよな、これ。めっちゃ可愛い。いいな。これは参考になるね。ダナーが可愛いもん。そう。じゃあ、こんなもんで次、ギア紹介お願いします。
これはちょっと私初めて見たんやけど、これね、ソフビで、なんか最近キャンプ界隈でもソフビがすごい流行ってて、でこれはその中でも特になんか人気なのヤロミさんっていうとこが作ってるやつなんですけど、まあ、いろんなタイプがとか色があって、これはゴーアウトとのコラボのやつで、そうなんや、結構あのレアらしいんですよ。ソフビが流行ってるって知ってましたか？知らなかったっす全然知らなかったやん。ソフビなかなか熱いっす、熱いっすよ。これゴールゼロ中に入ってんねんけど、これがまた、まあ、ちょっと明るいんで、光があれなんですけど、もう夜にこう見せてもらったけど、めっちゃなんか、なんやろ今までのこのシェードとはまた違うこの存在感というかなんかもう、でも子供好きやんな、こんな、男の子も好きなんかな。そうですね。ねえ、これもじゃあ抽選で、これはさよ抽選で、やばない、もう抽選したこと覚えてなかった何のことやろうって。そう、最終確認メールで、迷惑メールフォルダー整理してたら、あ、はいはいはい、ゴーアウトからお知らせみたいなんで来てて、あの当選しましたが何日までに振り込まないとキャンセル扱いになりますみたいな、どうしますかみたいなって言って、それが前日ぐらいで、とりあえずじゃあって言ってこんなん頼むんだかないやすごい、抽選当たそんな当たるもんか僕も全然抽選当たんない人ですけど、もうこれは本当奇跡的に当てたっていう。これ何人ぐらい持ってんのかな。いやでもインスタでも僕本当数人ぐらいしか見かけてないんで、まあ、あとはメルカリで何個かいます転売されてる、はい、そうなんや、とんでもない額で昨日聞いたけど10万みたいなすごいなあ。あとこのマスね、これも売ってないでしょ。いや、これでも最近いろんなとことコラボ、サケスケのやつとかね、なんかしてて、僕はアシモのやつ買ったんですけど、はいはい、私トランクゼロのが欲しかったんですよ。売ってなかったもんな、聞いたらなもうないです言われてあれもじゃあ、あとこれはイエティですね、ハーフガロン。これ黄色で売ってんの？これね、黄色はね、多分、日本正規じゃないんですよ。あ、平行でじゃないと黄色なくて。いや、初めて見たもんだって、黄色。そう、コップとかはあるんですよ、あの、アルパインイエローっていうこの色あるんですけど、はいはいはい、これね、はい、ジャグはなくて、ない、見たことないもん、ジャグ。平行で買いました。ほんまに黄色好きなんやね。そうですね、まあ、車もね、この車は黄色なすごいなぁ。こちらね、ワットイーウォントさんの、はい、あのエクステンションテーブル、これも結構レアやったんちゃいます？そうですね、これもフィードスタイルで友達が全部当ててくれて、なんとか最後の1台をゲットしたということで。いや、これここも、あ、そうなんですよ、ここもめっちゃ可愛い、ノブ変えて、へー、これもマットさん、へー、作ってんねや、はい、めっちゃ可愛い。これ1台あったらゴルキャンもね。そうですね、めっちゃ良かった昨日、うんうん、え、ほんとこれもマットさん。そうですね、へー、はい、これもマットインワントさん、可愛い。これは、そうですね、挟むやつ。あ、挟むやつ。あ、へー、可愛い。そこにガーシーも乗っててこのでかいガーシーってこれで売ってるの？ね、めっちゃ怖い。そう、でかいのもあるんですよ、これぐらい。え、こんなん、はい、ちょっと持ち出ないんですけど、それね、キーホルダーのやつで、で、これがガーシーのちっちゃいのと、あと大きいのが、初めて見た。それも全部抽選。あ、抽選なんや、はい、これがかわいい。南賀名古屋、はいはい、のオープンの時の
じゃん。あ、そういう系なんや。それでなんか原宿とかやと、とかでなんか色がいろいろ変わるんですよ。へえ、すごいな。いや、あとこれもめっちゃこのシェード発色、ね、発光がもうブワーって、ね、すごかったよ昨日夜。これ1個でこのテント内全部照らすぐらいのね、シェードナッツさん、はい、やっぱ切削の技術が高いみたいですね、はい、結構大変、難しいみたいですね、なんかアクリルのカーブとかね、うん、これはちょっと要チェックで、私はこれ欲しいですで、はい、いやこれもね、このキーのジャーナルスタンダードとコラボのね、オレンジがかったシェードやねんけど、これも並んだんですか？いや、これは東京のジャーナルスタンダードしか買えないので、東京の友達にちょっとお願いして買ってもらって。アパレルとコラボ。でも、あれですよね、掛け物とかも。アローズですもんね。そうや、そうや、ほんまや。結構そう、繋がってやっぱりあるんですよ。やっぱりそうやって相乗効果みたいな、すごいやんな、アウトドア業界は。もう今やそうやってすごいですね、ね、市場を広げてテントで、フロア敷かんと常に椅子かコットでしかなんか休めないじゃないですか。あ、なんか寝転んでウィーってしたいじゃないですか。はいはいはい、最近フロアを敷くようにしてるんですよ。あ、なるほど。あ、いいな。あ、これ引いてんねや。はい、で、インナースカート。あ、はい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 。あ、めっちゃいい。なんかほんまに部屋、家のね、一室みたいなんで、お湯とかね、こもりこもりで、いやでもコット2つ置いてもめっちゃ広いから、量やったらね、中もまたネータルを置いてるからほんまに好きなんですね。レトロストライプおじさん、レトロストライプおじさん、もうそういう服あったら買ってるでしょ絶対。買ってますね絶対。短パンとか、いや中もおしゃれ。もうマコラディオディでね、まだ初期の頃のカジュアルダウンしてみたいな。本当はなんかあのトランクゼロの虎の枕な、うん、あるんですけど、めんどくさくて、めんどくさい、持ってくるのもう。あ、持ってんの、はい、めっちゃいいよ黄色だったんで買ってたんだなるほど、はい、すごいな。はい、じゃあガチャモックさん、はい、素敵なサイトを見させていただきましたありがとうございます。ちょっとね、昨日がね、あいにくの天気だったんで、ギアだいぶ減らしてきたんで、今日は UL 系で、UL って言ってもねえ、うちにとっての UL がこれですもう普段超重量級やもんね。なのでまたあの20サイトメーカーぐらいにはまたレベルアップしたサイトを見させてください。またお願いします。ありがとうございました。21サイト目はガチャモックさんでした。いや